いや伊豆さんがなんか標準っぽいな、自主点は。バットだった時ってでも誰かをかばってることになるから。伊豆さんなんで使用したんだ。さあよろしくお願いします。今回はクルーメイトです。宿舎前脇から左に行きましょう。藤宮と高田エマルよ今日、高田トータス藤宮工藤を見て、高田さんが登ってるかなこれは。はいはい、ナイボーナイス。あやった、ナイボー。ほらめっちゃ早かったな。待機してました。素晴らしい。あそうだ、直したんでマットじゃないっすよ。ナイス。はい中井さんさようなら。藤宮ピカクロス、メイヤ、おお見てね、見てない。うちにありますか高田さん。最初かな。いや僕今小見様直しにシャワーメインの方向に行った時に誰かエレキに降りた影があったんですけど、ね、それ誰か出ます。アドミを一瞬だけ見たんだけど、メインが3から2になったんですけど、あじゃあそれかな。メインが3から2だったら俺じゃないかな。最後開けて入ってるよ。あメインからエンジンになってる。うん、ああそうだと思う、そうだと思う。うん、エレキはついてなかったと思うんだけどな。あじゃあ見間違いかな。でメインの3から2のうちの2が俺と伊豆さんやと思う。うん、最後にメインの扉を開けて伊豆さんが後ろに行けて俺がエンジンに入ったところでボタンです。うん、はい。なんか他複数あったとことか覚えてますか。ミーティングが2かな。スナパイクドです。はい。全然あとは覚えられてなくて本当一瞬しか見れなかったんで。高田さんの死人が伊豆さんからメインホール付近でコメサボ中だよね。うん、そうそう、もうほぼほぼ直近かなと思ってる。 あったのであれば僕視点で畑迫ピカクロスプテハシの3人まで弾けます。あ、ピカクロス視点から追加で藤宮まで行けます。ちょっと待って、ちょっと待って、それって ほんまに賢者の。だってそもそもアドミンにエレキがついてないんだったら見間違いじゃない。そういや見間違いの説はあるんですけど、うん、なので僕はちょっとふわっと聞いてます。 OK、ね、エレキはついてる記憶がないので、うん、コミュニケーションを直してくれたのが畑さんだよね。はい。で僕コックピットに僕はその畑さんと一緒にコミュニケーションの扉を開けて畑さんを信じて僕はアドミンを見に行ってるんですよ。で、まあまあ、メインが一つ減ってエンジンに行ってるから。でもう一個俺じゃないかな。じゃあ伊豆さんか誰かとアーカイブですれ違ってそのままシャワーメインって言ってるんで。あートータスさんか。どちらにせよ高田さんを見たんだよね直近で。いや違う違う違う、降りる影があって高田さんやと思って僕は覚えてたのでその発言を落として衛星かどうか判断してもらおうかなと思ってました。誰かがそこにいたっていう。なんか高田さんじゃねえかなって思って言えました。でも、まあ、左はいなさそうだけど。うん。左は厳しそうだよね。ミーティングにって誰でしたっけ？スナパイクドッケース。スナパイクドッケース。あらまあ。そうか。あんまり。右だと仮定すると、まあ、イズトータスハイプリで、ハイプリ。全部はちょっと覚えられてなかったんで。うん。どちらにせよ、うん。って感じはするけどな。うんメインが。スナパイ。いや、伊豆さんがなんか、強人っぽいな、自主点は。うん、伊豆さんは強人に見えるな。早くない。はい。
内部を、ちょっと、多分メインホール組の推理がしにくいだろうなと思ったんで、ちょっと武器庫組のちょっと状況を、もうちょっと細かく話しておこうかなと思ったんですけど、間違いなく、まず開幕で、畑迫さんが、コックピット方向に走ってるのを私見てて、その時にダウンロードに藤宮さん、キッチン方面から麺屋さんがダウンロードのところについてるみたいな感じなんですね。うん、で、その後、ピカクロス藤宮が下の方の武器庫姉妹に行って、それぐらいのタイミングで小見様なんですよ。はい、でそれで、私が上に上がっていくときに、先に畑迫さんが小見様にいて、やっている、小見様を直していたって感じです。そうで、その時ね、プテハシさんも確か、通ってるのを見てるんですよね、武器庫近辺で。あ、そう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 。あ、てか、プテさんは武器庫からコックピットに行ってるから、コックピットに高橋さんがいない限りは無理ですね。うん、間違いなく無理。コックピットから僕が行ってるんで、それも大丈夫です。僕から否定します。うん、なんで藤宮さんが仮に行けたとしても、まあ、一応弁当とか疑うんだったらワンチャンあるかもしれないけどもぐらい、ワンチャンキッチンメイン弁当とかあるけど、うん、僕はバーガーで、ちょっとそれでもハイブリさんが左の扉開けてエンジン入ってるって言ってるから、藤宮君が使った弁当の移動ないしは道中に合うんじゃない、うん、開閉とか見ると可能性がある、そうだね、なんかギリギリだった、ほぼほぼ僕とトータスさんの釣りでいいかなと思ってて、僕シェリフです、お不動丸さんってどこ脇でしたっけ、脇どこ、エンジンか宿舎かどっちかですね、覚えてない。あ、でも金庫の扉開けて、ミーティングに上がってるのを僕が金庫の奥から見てるので、伊豆さんシェリフなのかよ、僕伊豆さんほぼ人外決め打ってたんだけどな。伊豆さんシェリフなのであれば、僕は高田さんかなっていう情報を出す必要もないと思いますし、少なくとも僕とアドミン情報とは完全に違ってたから、まあでもまあ伊豆さんがシェリフだったんだ、まあ、この段番目はまあシェリフだ、伊豆さんはシェリフはありえないです、藤宮シェリフです、あらららら、後出しだいぶ後から出てきたの、2ターン目でね、高田健司金庫でダウンロードやってたからアップロード行った可能性があって、伊豆さんが言った情報が多分本当に高田健司でそれ追っかけてキル取ってる可能性まであるね。いや、僕ももうこの時点で、伊豆さんね、多分ね、これあるとしてマットだと思いますよ、この場面で、シェリフ使用するんだったら、まあ、伊豆富士エンジン切り合いでいいんじゃないの、それで伊豆さんどちらでも、まあ、僕が勝つと思いますけど、伊豆さん釣りでいいんじゃない、まあ藤宮のはどっちかというと新っぽいけど、僕はここでシェリフ使用する意味ってなんすか、まあ、それはある、いや使用するタイミング遅くない、逆に伊豆これ来なそうだなぁ。畑迫陣外か、あ、伊豆来た。え、あら、あれ、あ、戦いたかったなぁ。いや、これ、よく考えてほしいんですけど、藤宮がなんかその何だとしてもインポスターとかマットだとしてもシェリフ使用する意味ないから絶対藤宮死んだと思いますよ。え、でもよくない、伊豆さんがまあ10人盤面でこんな、どっちかって伊豆さんの方が使用する意味なくない、いや、そもそも1ターン目で使用すべきじゃないですか、3、4、自分が疑い位置に入ってんだもん、藤宮は疑い位置に入ってないのに出る必要なくないですか、いや、それに関しては、左側の4人の行動はまだ洗っていないっていう状況、ミーティング2っていうのはプテさんの情報から、真っ白取れそうなっていう状況やから、そこは白でいいと思ってたけれども、左の状況が精査できてない中で、僕は疑い位置になるかも分かってないので、そこをやってから、シェリフ使用するのが一番いいかなと思って出てます。なんかごめんね、明夜君がなんか藤宮くんか伊豆さんかどっちか分からないけど、マットで助けれるようにも見えちゃうぐらい、俺普通に切り合いの方がいいと思ってるんやけど。あとね、はっきりさせた方がいいと思ってて、そっちの人に進行取ってほしい。まあまあ、どっちでもいいですけど。少なくも言えることとしては、藤宮さんが、これもう伊豆さんも藤宮さんも両方とも言えるんですけど、多分どちら陣外としてもマットです。で、藤宮さんでマットであるパターンは、タスク完了で分かりました、その段階で、アイブリトータスが来るって分かってて、伊豆まで来るが分かってるから、そのシェリフに対して対抗したぐらい。は一応存在するから、全くの否定にはならないと思う。うん、なるほど。そう、藤宮がその使用する意味ってマジであんまないと思ってんだよね。まあだからさっきは私が話したパターンぐらいかな。まあ、じゃあ、プテさんにも聞いときたいのが、アドミン情報をもとに、じゃあ高田さんの死体の推定値ってどこになるんですか？いや知らん。
僕は全部覚えてないから。だから、あのね、左マットで到達さんがシャワー右奥で切ってる。あのね、逆に俺目線、左はもう精査できてないって伊豆さん言ってたけど、俺目線もかなり弾けてんだよ。ハタサコピカクロス、あのプテヤシまでもです、うん、ピカさんから藤宮君も弾けてんのね、うん。シャワー右奥で切ってたら21になっていくから分かるんじゃないかな。違う違う。ピカさんも覚えるんちゃうかなって。じゃなくて、そのパターンだったら、仮に伊豆さんがマットメイト、ハイブリさんがインポスターだったら、ハイブリさんが高田さんキルをしていて、3っていう情報をあのごまかすためにトータスさんが最後に乗っかったパターンだよ。あのトータスさん あの自分だって言ったパターン、あのタイミングが遅すぎるから、なるほど。うん、そのパターンですかね、まあまあ。切り合いでいいんじゃないですか、伊豆さん。うん、まあ僕がもしマットなんであれば、相方たちがなんか皆さん到達さんみたいな話してますけど、うん、釣りに行こうって提案してるのは僕ですからね。まあでも今プテさん目線で伊豆さん来るの遅すぎっていう点で、いや、まあ、より、まあまあまあ、まあでも切り合えばいいかな。まあまあそうそう、うん、来てもろた方が。まあ地味やった方が、まあ開けるか。まあマットだった時ってでも誰かをかばってることになるから、メインにいた誰かをかばってることになるよね。見とけばいい。うん、まあ殺してるね。ああ、なるほどね。ね、地味やが切ってた、うん。伊豆さんは人外ですね。自爆し、なんか分からないくしようとしてたと思う、伊豆さん。そう、めっちゃ重なろうとしてきてた。うん、ね。マットよりか。うん、だから、まあ、トータスハイブリどっちかが。ぽいけどね。トータスさん、なんで今、トータスハイブリ、いや、これ抜けれないわ。伊豆さんが俺マットだったら無理だと思うわ。これ最後に伊豆さんとメインの左側の扉で一緒になってるのね。それは俺が開けて、どちら視点しかわからないから。あ、そうそうそう。だから俺視点はめっちゃ藤宮君の方が偽に見えたの。だから昨日切り合いして、進行取ってほしいっていう形だったけど、めちゃめちゃ俺に不利になったと思う。俺藤宮君が切られるって思って言ってたし、だから明也君が言ってる進行が嫌だって言って、その残った人にちゃんと進行を取ってほしいと思ってんだけど、俺が推理間違えてたから俺がかなりやばいなと思ってる、まあ、なんとなく的な。そうですよね、トータスさんが伊豆さんのあのご主人様とは考えにくいですよね。そうだね、トータスが難しそう。左、左側でキルが起きてないんであれば俺がヒットじゃなくて俺逃げ切れへんと思うわ。ただ俺クルーやからちょっと精査を、左側でできることを精査してもらって左側で考えてほしい。うん、そしたらひとまずはでも、うん、なんか高田さん切るって1キルだから結局、うんうん、まあスキップで様子見でも確実に1陣外を落とせているから、うん、うん、伊豆さんのだからその死人情報すらも怪しくなるわけじゃないですか。うん、そうね、一応伊豆さんの情報を補足すると、アーカイブで俺と Y いたで、伊豆さんは先にラウンジ貨物の方に行ってる、で帰ってきて最後メインホールで俺のところに合流。俺が扉開けてて、うん、開けた瞬間伊豆さんがもうそばにいた。俺はシャワーアーカイブ館ぐらいで伊豆さんとすれ違ってるよ。なるほどね、伊豆さん。トータスさんが最後に入ってきたからなんか人外目高いのかなって思って。ああ、なるほど。ごめん、ただ喋る隙がなかっただけは。メインさんに最後に入ってきた印象がありました。マットでもインポスターでもトータスに塗ろうとしてたから、あんまりトータスが考えにくいなと思ってて。あ、ハイブリさん視点はそうなるわな、確かに。そうやね。様子見るか釣るかだとどっちがいい？まあ、藤宮に目でいいんじゃないの。じゃあハイブリさん釣ります。うー、藤宮許さん、藤宮なんでだよ釣る、藤宮 やめてくれよ。伊豆さんなんで使用したんだ。伊豆さんってなんで使用したんだあれ。
ハイブリトータス？ハイブリトータスの場合ぐらいか？使用したいのって。ハイブリトータス黒黒だった時って、伊豆さん使用したら乗っ取れなくても伊豆さん単純になる場合ってあるし、乗っ取れたらトータさんで止めれるから。伊豆トータスローラーだとまずかったのかな。あ、ナイス。ナイス。プテさん人海に見えちゃうね、あれは。え、僕が？何？どの要素で？なんかエレキ石油の何もないところに突っ立ってませんでした、停電中。突っ立ってない。なんかすれ違った気がするな。まあ、あれ？まあまあまあ。テープタスクやってたんじゃないか、多分。いや、テープタスクの位置ではなかったと思うけど、まあ。ちょっとずれてただけで。主観情報なんで。まあまあね、イビルハッカーが見てたという可能性もあるけどって感じ。勘弁してくださいよ、僕結構貢献したいでしょ。いや、プテさんは。あ、さっきの左の白 の取り合いって言ってたので、なんか 僕がコックピットから抜けてコミュニケーションのサボタージュ直して、プテさんがコックピットに入ってアドミン情報だったんで、僕とプテさんだったらありえると思うんですけど、それ以外多分全然無理だと。でもまだキルしてない、まあ、タスクでいきましょう。いや、そもそも多分ハイブリさんつってキルがノーキルだから、ハイブリさんがメインで切ってるパターンじゃないかなって気がするけどね。こっちが多分届く人いないよ。うん。うん。実践はいない。うん。藤宮さんぐらい私目線だと。そこシェリフだから。うん。うん、そう。そうですよね。関係ないし。エンジンにいた場合、僕がキルできるから。ああ。多分。なんかその場合ってハイブリさんが見てる。そうそうそう。うん、高田さんを見てなきゃいけないから。うん。うん。興味本位で1個、トータスさんに聞いてみたいんですけど、はいはい、1個前のターンで、エレクトロニカル、伊豆さんが切られたターンですね。うん、で、僕とすれ違って引き返して僕を追いかけてきたのは僕が好きだからですか？いや違うよ、違うよ、普通に普通にごめん、ガチャガチャやってて、あ、違うわってなっただけなんでごめんなさい。なるほど、ありがとうございます。大丈夫です、キープします。好きではないと。好きではないと。好きではない。エレクトロニカルが気になって入ってこない。そうそう、エレクトロニカル、エレクトリカルって言ってくれませんか？長い。気になって入ってこないのよ。ラウンジの縦のところ、ビリヤードのところですね。上の方です。うん。うん、ピカさん証言あります。スナパイさんをそもそも見てない。俺も見てないんだよな。そう。うん、僕も見てないですね。で、私目線だとトイレタスクやってる最中に、多分メイヤさんかな？僕が抜けてる。でもあのタイミングってさ、ピカさん視点でさ、キルクール開けなくないですか？結構早い。メイヤさん無理じゃね？うん、最後石油で合ってるから無理だと思う、時間的に、うん、右回りで石油まで行けてるんだよね、うん、最後ってピカさんどこにいます？最後私診察に入ってる。ああ、まあそうですね、うん、僕はそう、直線でラウンジ通って、貨物の配線やって給油で終わりなんで、うん、そうだよね、あの藤宮さん直線通ってるよね。ピカさんがそっち側に抜けていくのは僕が見てます。私目線だとトータスさんも、まあ、絶対できない。あ、できない。畑迫さんはできないと思う、先に抜けてるから。セルフとかないですか？トータスさん黒なんじゃねえじゃん。トータスさんはまあシャワーアーカイブ機にいます、うん、シャワーアーカイブ、アーカイブからシャワーメインで終わりですね。これセルフはそうね、畑坂さんレポートか、そっか、なくはないけど。セルフはまあ一応ありますね、うん、いや僕なんか伊豆さんがセリフ使用した理由考えてたんですけど、伊豆トータスのローラーになっちゃうとまずいと思ったからかなと思ってて、ハイブさんが切った場合ね、ハイブリトータスローロー伊豆強人だったら使用するメリットあるなって思ったから。ああ、分かってたけどトータスさんが分かってなくて塗っててっていう。で、いや、どっちも分かってたとしても使用しといたら、あのトータスさん釣りでストップになるパターンもあるし、はいはい、その、はいはい、伊豆トータスローラーになった場合にハイブリさんに迷惑をかけたくないと思ったのかなと思って、ちょっとあの今ねタスク中に思ってたんですよね、うん、まあ、とりあえずトータスさんまで釣れば伊豆さん含め二人外はほぼ落ちるんじゃない、うん、確かに、うん、だから6人1に1人盤面で、うん、まあ、トータスアイブリのローローの可能性もあるし、トータスさんは釣り得かなとは思うこの盤面ね、うん、僕のセルフはフジミヤ、シェリフのフジミヤとすれ違ってからやるのはちょっと分が悪いと思ってほしいです。
だからまあハタサコがやってた場合でも結局ラストウルフハタサコのみの場面になるから、うん、トータさんを釣り切ることで、俺からつってハタサコ君でもいいけど、俺まあどれでって聞かれる感じかな。まあ今のどれで高田さんはだって死人情報ないのに俺釣られるんやって。今のまあまあそうです、左にもいないんだよ、うん、右にもいてないよ、なんでごめんにやん、いけたんやろ右にいけたんやろ、目に似てるよ、積んでる積んでるこれ、積んでんね、右3人3人が右さん三人が左に集まってんじゃないよ。集まってましたね。左そこの死人情報あったからそう。でプテ君なんかその俺らの心理状態まで読むのやめてくれへんかな。いやそう考えててなんでだろうな。まあアドミンさえなければまだ。本当に。いやでもアドミンあってもなくても多分ね。そこから詰まったの関係なくないですか。あんまり。いや多分ね。あマジでアドミンな議論が。いやアドミンなくても多分左側の人間は疑い合わない気がする、うん、あれは。じゃあ右さんにも多分疑い合わないんで、うん、じゃあ誰がやってんの、誰がやったんだ。こっちの方が人数多いよ、数の暴力。いや一番少ないのミーティング2なんで、あっ、そのミーティングの2が切られてるから俺。